直接ゴールラインを割ります。なんか試合ごとに選手たちの声がよく通るようになってきて、そうですね、特に、ゴールキーパーの松永の声が出ていることで、あと中盤でいうと対馬あたりもすごい声出してて出してますね。さあ大場からロングボール、土佐が上がっていく。さあ土佐追いつけるか、追いついた、あっとこれは惜しい。外松村が入れ替わりながら右サイド非常にいい上がりを見せています。初めの方はちょっとなんかバランス悪かったかなと思いましたけど、この時間帯はすごい松がうまく土佐に指示を出して、前後入れ替わりながらという形を取っていますね。ふわっと浮いたボール、オーバーのヘディングで流す、裏へヤブ、小野さんのチェックに行く。ウラ、ウラナイスカット。ウラ、ウラから松。そうだ、オガ。多いですよ。オガフリースペース。松が行っている。うまく流して、そう松。ユーが出し、いやこれは富士通が出してますね。こんなキック、こんなキックです。後ろからしっかり声が出ているもんですから、その指示に選手たちがすごい綺麗に反応していいパス回しができてますね。そうですね、やはり都市から、効果的な指示が出ています、ね。さあ後半、前半38分、コーナーキック、キッカーは小笠原です。コーナーキック、ヤブからのボール、松村というところでしたが力がなかったですね。さあ松永からオーバー、もう一度松永、島からロングボールが出る。これはタッチを割っていますね。中盤で非常にチェックが早い。さあ大きくサイドチェンジ、さあ裏がボールをカット、裏から出たボールは小笠原へ、おっとこれは激しい当たり、松から山田優、小笠原、そして裏、おっとこれはゴール前誰もいない。途中一回切れてました。あ、切れてました。やっぱずっと見てないと。富士通が逆襲をかけているわ。右サイド、右サイドからゴール前クロス、これはオーバーのクリア、矢部崎、山田優、もう一度矢部崎、おっとこれは富士通カット、富士通シュート、松永です。前後からのボール、小笠原、ふわっとボールが浮いている、島、小賀、さあ、優がいけるかいけない、これはキーパー、
松村カット、非常にいい動きだ。松村攻める攻める攻める。松村松村一旦優へ戻して、もう一回下げてもいいですね。一回戻しましょう。おっと松、おお積極的、激しい当たりになっています。あの勢いで当たったら痛いですね。ちょっと効いてますな。かなり富士通の選手痛そうにしています。痛い痛い痛い。ゴール前の速いクロスが顔面に当たったのか胸に当たったような感じですかね。胸に当たってちょっと、はい、息ができないような状態になっているような感じです。立ち上がりましたんで大丈夫なようですね。さあ富士通のフリーキックからリスタートしていきます。ウラーがヘディング。中盤囲みが早い。ウラへ出ていく。ウラが追いつきます。松永。松永ロングボール。小笠原。ヘッドで流して。松村。おっとこれはオフサイドか。ディフェンスライン高いですね。中盤でボールをキープしている。トッシー、そして裏から左サイドボールが出ている山田優。打つか、追いつけるか、追いついた、追いついてないか、ダメですね。タッチラインもありましたね。スローイン、再び富士通のスローインです。小笠原ボールをキックカット。小笠原キープをかける。ちょっと他に戻して、そこからそのままロングボール。島が上がっている。どうだ、奪いたい土佐。ボールをキープしています。ゴール前を大きなボールが上がっていくが、とさだから尾が。さあふわっとしたボールが小笠原に出る。小笠原キープ。さあ中盤矢部崎から島、いいですよ。非常にいいサイドチェンジ。桑原からゴール前。これはゴールキーパーです。終了といったところの時間帯になってきます。松、ヤブ、小川。